イスズ WK エンジンは、イスズ自動車が製造する、ディーゼルエンジンである。イスズの大型トラック、810および、ギガに搭載される、排気量12から16リットル級のエンジンである。各、モデルとも、インタークーラーターボ付きで、直列6気筒、OHC、4バルブの構造は、共通している。内径132.9ミ、mm、リメートル、工程145ミ、mm、リメートル。 排気量 12068cc。1992年に登場。当エンジン搭載車は形式に50が付く。287kW の 6WAH-TCS、265kW の 6WAH-TCC、243kW の 6WA-1TCN の3種がラインアップされた。 出力はいずれも最終型の数値である。ギガ全モデルの平成11年排出ガス規制への適合に伴い2000年に製造終了した。内径 147mm、工程 140mm、排気量 14,256cc。登場は1999年で、後述の 6WG1 より遅い。 当エンジン搭載車は形式に51が付く。当初は 272kW の 6WF1TC の一種のみだったが、2003年に 243kW の 6WF1TCN が追加された。燃料噴射システムは当初 TIX2003 年にコモンレール式に変更された。ギガ全モデルの平成17年排出ガス規制への 適合に伴い、2007年に製造終了した。内径 147mm、工程 154mm、排気量 15,681cc。1997年に登場。当エンジン搭載車は形式に52が付く。2012年現在、382kW の6、WG1TCS 33、338。 キロワットの 6WG1TCC309 キロワットの 6WG1TCN1、TCN2 の4種がラインアップされている。2010年までは294キロワットの 6WG1TCR も製造されていた。燃料噴射システムは2000年より TCSTCC 型がコモンレール式を採用。2005年に全モデルが コモンレール式に変更された。ギガ全モデルの平成21年排出ガス規制への適合に伴い、2010年に単車系への搭載を終了、以後実質的にセミトラクタ専用モデルとなっている。ありがとうございます。